ウニベルザール出版社はクラシック音楽関連の出版社である。日本では英語風にユニバーサル社とも呼ばれる。1901年、オーストリアのウィーンで創業し、当初は同国内でクラシック音楽の楽譜や教育関連書籍の出版を手がけていた。後に規模を拡大させ、近代音楽、現代音楽の主要な出版社となった。1904年、 アイブル出版社と合併し、リヒャルト・シュトラウスやマックス・レーガーの多くの楽譜の出版権を手にした。さらに、この出版社を新音楽へと推し進めたのが、1907年から社長に就任したエミール・ヘルツカである。ウニベルザール社は、ヘルツカのもと、1908年には、バルトークや、ディー・リアスを、1909年には、マーラー、シェーンベルク、1910年には、 ベーベルン、チェムリンスキー、1912年にはシマノフスキー、1917年にはヤナーチェクなど、現代音楽の重要な作品の版権を、次々と手に入れた。その他、シェーンベルクの協力により、ベルクの作品も多く手掛けた。第二次世界大戦以後も、前衛音楽思考は続き、ベリオやブーレーズ、フェルドマン、カーゲル、クルターグ、リゲティ、 シュトックハウゼンといった重要な作曲家の作品の出版を手掛けた。ウニベルザール社は他にも歴史的な作品も手掛けており、モンテベルディの全集などを出版した。また、1972年からはショット社と共同でウィーン原点版を出版している。J.S. バッハからブラームスまでの独創曲と二重奏から、後にヒンデミットのルーデス・トーナリスなども手掛けた。 ありがとうございます。